韓国人彼氏、会話の途中に鹿児島弁ぶっこんでも気づかない説。今回のターゲットは日本滞在歴13ヶ月の韓国人金경식。彼の日本語はほぼネイティブレベルだが、いつも半分の話標準語で勉強している彼に、果たして方言の聞き分けはできるのか。鹿児島出身のクリコが癖の強い方言として有名な鹿児島弁を使って彼が違和感に気づくか検証してみよう。クフキヒ。次、ね、今からいくつかお願いがありますから聞いてください、ね、次ちょっと座ってみて、おいおう、立ってみて、次ギター持ってみて、クリューおギター置いてください。あ、ついに初めてのその時が、ちょうど窓に行ったんで雨降ってるか見て、降らないです。気づかない。インタビュー形式にしたらどうだろうか。今日はスペシャルゲスト呼びました。イエーイ。こんにちは、金경식입니다。金경식さんです。金경식さん、日本に住んでどれぐらいですか？1年2週です。はい一番美味しかった食べ物とまずかった食べ物は何ですか？一番美味しかったものは、福岡に来てもち鍋が一番美味しいです。まずかったものは？まずかったものはシソです。何回食べても無理です。シソって何の食べ物と一緒に食べます？刺身とか、まあ、刺身に多いですね。まだいける。クリコの一番好きなところを教えてください。あ、クリコの一番好きなところは、確かに名前が可愛いと思うしうざい。直してほしいところ、まあちょっとネガティブな考え方。どれぐらいネガティブ？ワッツネガティブ？ん？ワッツネガティブ？私マッチネガティブ系。ネガティブでいいこと言う。ああ、続けて次のステップ。あ、何でも何でも。フリートークみたいにして。フリー。フリー。取りましょう、じゃあ。うん。いいよ。あ、ちょ、今待ってるよ、待ってるよ。あにを何かかんないで。何かかんないでって。今こんなしてたじゃん。何かかんないでちょっとシャキッとして。単語の変化には愛想笑い。でもチャギはだから日本に1年くらい来てて、うん、やっぱりミヨンシル問題はめちゃくちゃ悩んでたじゃん、うん、最近はどうなの？なんか、あ、自分が髪の毛が変わってきたなっていう時に、うん、どういうタイミングで、ま、ちゃんといい美容室に巡り会えたの？最近そうですよね。なんかこの前も道でなんかいい美容室があって、ああ通りがかって、まあまあこれはどこでも同じや。私にはここ美容室行っても結局日本美容室、うん、あそこ美容室行っても結局日本美容室、そんな感じ。やっぱりヤンかぶってると自分の中で気持ち悪いとかあるんですか？遅く話します。あ、早かった？うん、ああちょっと頭がヤンかぶってる と、 ちょっと自分の中でもちょっと気持ち悪いなとか、そんなのがあるんですか？ヤンかぶは何？完全に気づいた。でもこんな風に見えて結構手そがりなんですよ。ん、あのもうベッドの上で編集もしたいし、もうそれだったら美容室とか行かないでヤンかぶってるままでいいかなっていうのがあるぐらいもうワッツってそぐりなんですって彼が。ねえ、くちょ、うん、ちょっと半分の仕方よ、ほんと私も理解できる。これ手相以上、ワッツ手相以上。え、キバイヤンセ、キバイヤンセいいから、キバイヤンセ。チャギ動画撮ってるから気合い合わせって気づいているか。最後にもう一つ、鹿児島と福岡どっちも経験したわけですけど、はいはいはい、それぞれの県で、うん、チャギが一番たまがったことを教えてください。たまがったのよ福岡ってこんだけわっちたまがった。そんなたまがったって何や、ほんとそれを教えてください。たまがったって何？わぁ、こっちたまがった。なるほど、それをそれが説明。検証結果、単語ならセーフでも立て続けに話したらさすがに気づく。最後にこちらをご覧いただこう。将来何になるの？公務員。チャギってちなみに、うん、将来何になりたいの？サッカー選手です。サッカー選手、はい、公務員じゃないんだ、はい、せーの、公務員。